はい、レザースチャンネルのニコです。こんばんは。レサークラ、レサークロフトやってますか？いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。今日ちょっとね、緊急の動画になります。撮らんとこう思ったんですけど、ですね、カバン作ってたじゃないですか、この一個前に。でね、手染め終わって、で下の部分ね、底の部分手染め終わったんですよね。でさあ組み立てていこうかなと思ったら、一つ忘れてて、僕この革って柔らかいんで、ここ折り返すんですよね。普通にこのカバンね、下のとここの前手染めしたんですよ。で上の部分で、今回この手染めじゃない、元から色ついてるネイビーの、牛シュリンク、このシワ感があるこちらをね、使うんですよね。でこの場合やと、まあここに芯入れるかそこまでなんですけど、こうなんていうんやろね、柔らかすぎるんですよ、ここの口のとこが。なんかよれてくるんですよね、よれるというか、まあね。でいつもこの場合は折るんですよ。それ忘れてて、僕切り間違えました。こっち古いやつ、こっち新しいやつ、3センチほど切り間違えたんですよ。折り返すのに3センチ折り返すんで、ほら、もったいない、もったいない、やってしまいました。これかなりでかいんですよね。何センチや、40の50センチぐらいで、縦がなんぼや、21です。大体50の21のこれ2枚あるんですよ。なのでね、ちょっと僕はね、この大きさ中途半端なんで使わないんですよね。ちっこいカバンやったらいけんのかな。ちっこいカバンやったら下作っていけるか。まあでも、ちょっとこれ、歯切れもちょっと残ってるんですよ、まだ。2つ出して。なので、これ2つっていうか1枚ずつ入れますんで、歯切れセットあと2つ作ろうかなと。多分作れるんですよね。4ミリとか5ミリのやつとかも入りますけど、2ミリのやつと、まあ、3ミリとか、まあ買わずいろいろですけど、これと、買った人はね、買ってる人はうちの歯切れの凄さを分かってくれると思いますけど、まあいろいろ入りますけど、60サイズで3000円で、これ1枚と、確実にこれ1枚だけでも多分2、3000円の価値はあると思うんで、ね、普通にカットで買うと50の大体21。でも財布とかも作れますもんね、カバンも作れるし。僕はね、この色付きの牛シュリンクってあんま使わないですよね、カバン以外に、大きいカバン以外にね。これ歯切れセット2つ作りますんで、今からベースで1枚ずつ、これ確実に1枚と、あとヌメ革、僕の歯切れ入れときますんで、もしよかったら買ってください。で、それとちょうどいい話で、こうね、カバン作る時のコツとして、ドレープを出すのか、ドレープってわかります？なんか女性とかよく言いません？ドレープ、ちょっとね、あれやな、こうやとか、こうふにゃっと、まあこう縦にこう、なんていうの、シワ、なんていうの、こうドレープだから、ふにゃっとした感じの女性ドレープ好きじゃないですか。なんかいくつになってもこのふわっとしたスカート好きやったり、女性らしさが出るのはやっぱりこういうふわっとした感じなんですよね。で男性はやっぱりカチッとしたビジネスバッグみたいな、あんな感じなんですよ。なのでね、僕はそれのこう、なんていうの、いいとこを取りたいタイプなんですよ。あんまりそんなカバンを何個も作らないんで。なのでこれはふにゃっとはしてるけど、下しっかりここにパイピング入れて、この縦のここをしっかりと刺してるみたいな。これがね、これなかったらふにゃーんってふにゃーんってなるんで、じゃなくこうかけた時にある程度しっかり見せれるように。でもこの動きっすね。そう、ドレープって動き、こういうふわっとした、これをその何やろ、自分のカバンのオリジナリティに生かせば、結構面白い仕上がり方を想像できると思うんですよね。
なので僕のこの、今回の牛シュリンクとかは、これだけやとやっぱりここが弱いんでふにゃーとなるんで、ここ折るっていう、折ってここ縫って3センチぐらい折るんですよ。で縫ってしっかりここを刺す。でもここら辺はこう、特にここ、これなんかシュリンク入ってるんで、シュリンクに入ってるということはここ曲がりやすいんですよね。なのでまあほんで動きがもう出てるんで、なるべくこれよりかはしっかりと。これはね、ホースレザーで、革はやっぱりね、あのプロアップレザーなんですよ。あのオイル分が入ってる、こういう風にやったらこうオイルが逃げるんですよね、わーって。だから色が薄くなるっていう、こういうのをプルアップって言うんですけど、この場合はね柔らかすぎるんで、まあドレープ動きめっちゃ見えるけど、わかるけど、まあ、この辺結構太めに沿ってたりっていうね、カバン作りはやっぱりその辺がね結構ね、あの意識した方がいいかなと思います。ドレープとかしっかり作るのか、カバンってやっぱり老若男女あの持つじゃないですか。でまあうちとかやっぱ男の人多いですけど、でもね女性も買ったりするんですよね。女性受けも良かったりするんですよ。やっぱこういうドレープ感やなと思います。ドレープ感がいいねみたいな感じで言われるんで、鹿革とかもそうですよね。切れっぱなしを生かしてこうより動きを出すようなやつってやっぱり女性好きだったりするんで、ドレープ感、っていうのをカバン作りの際に意識していたらいいと思います。でね、まあこれポケットついてないんですけど、例えばポケットのとこもこのしっかりするんで、ポケットってこう結構な大きさ使うじゃないですか。なのでこう後ろちょっとしっかりさせたいな、ここやったらこれ膨らんでくるでしょ。例えばここにあの牛側のここの中とかにね、表でもいいんですけど、そのなんていうんやろ、入れることによって、まあヌメが入れることによってしっかりするんで、そういうのを計算しながらあのカバン作るっていうのをやるといいと思います。なんかねやっぱりカッチリしてるのってね、なんかちょっと僕は昔っぽいなと思って、まあ好きなんですけどね。今はそれよりもまあ僕見た目がやっぱりこう色使いがワイルドなんで、よりもこうなんか柔らかい雰囲気、革っていう感じの雰囲気に仕上げたいなと思って、で中に入れるもんもねやっぱりね自分が作ってるやつなんでしっかりしてるんですよ。なので本当はしっかりしたやつの方がこう収まりはいいんかもしれんけど、まあ最近はこういうドレープ感をイメージしてます。でもこういうね持ち手のとこはね、これも 2mm なんですよね、こことここって。ほんでここも 2mm なんですけど、持ち手の部分は僕はね1枚物の方が好きなんですよ。なんかねこう2枚重ねのやつやったら、あのコバがねめくれやすかったりなんかするんが嫌で、僕は1枚もんにしてますね基本で。これも飽きたらなんか色変えてとかそういう風に持っていけるんで、そんなところも考えてます。あとこういう金具ね、意外にこういうのが大事で、これがあることでこうキーケースとか次欲しくなる人、この雰囲気でって言ったら、ここにキーケースを かけるようにしませんかとか、こういうキーホルダーとか、これも僕が作ってるんですけど、こういうのやるとやっぱり雰囲気合ってくるじゃないですか。裏もこれあって、これはまあお守りムクドみたいなものなんですよね。こんなをつけれるんで、あ、こっちは紐でやってるのか、表だけか、まあこのベルトのね先っぽを中に入れる時もあるし、こんな感じです。あ、ちなみにねこのドットボタンは普段は使わないんですよ、めんどくさいんで。でも例えばこうどっか行ってこうカバンを置いてる、まあ僕なんかビジネスの講習会とかそういうのはやっぱりあったりするじゃないですか。そういう時やっぱりこうバンと見せたいんで、ちゃんと見せたいんでここ閉まってるんですよ。ほんでこう立つでしょ、雰囲気が。ほんならおってなるんですよね。これがこう外してるとこうね、こんな感じなんで、そういう意味でつけてたりします。ほんでこれはネックレスを改造してコンちゃんにしてます。こんな感じですかね。まあ今日の一番のメインのあれはこれやったんですけどね、歯切れセット2つ出てきます。そのうち1枚ずつ入れますんで、もしよかったら購入してくださいっていう、購入したらラッキーですよっていう
すぐなくなるんでね、前回のもすぐなくなったんで、そんな感じで今日は終わりましょうかね。ありがとうございました。では。